ニッシーフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ニッシーフスタッフの神子です。今日もですね、商品の紹介をしていきたいと思いますが、前回に引き続きワイルドシングスでございます。今回と次回まではワイルドシングス紹介していきたいと思ってるんですけれども、やっぱりですね、個人的にすごいおすすめのブランドになりますので、ぜひですねご覧いただければなと思います。で、早速ですね、今日紹介していきますのはこちら、ワイルドシングスコールドウェザーパーカーというものです。前回はですね、ワイルドシングスの看板アイテムでありますハッピージャケットを紹介させていただきました。こちらのコールドウェザーパーカーも同じくミリタリー関係のデザインから来ているものとなります。まずこちらのコールドウェザーパーカーを見ていく前に、前回も1回脱線しましたが、今回も脱線したいと思います。まず前回のハッピージャケットに関しては、アメリカ軍のエクワックスが元になっているというお話をしました。今回もですね、脱線してちょっと覚えておいていただきたいのが PCU というものです。プロテクティブコンバットユニフォームの略になるんですけれども、この PCU っていうのも前回のエクワックスと同じように軍物でレイヤリングしていく服になります。ですが、前回のエクワックスっていうのは一般兵士用に開発されたもので、今回の PCU というのは特殊部隊なんかが使うレイヤリングシステムと言われています。こちらの PCU もですね、レベルが 1,2,3 という感じで展開していまして、今回のこちらコールドウェザーパーカーはレベル7のアウターとなります。では話を戻しまして、こちらのコールドウェザーパーカー見ていきたいんですけれども、デザインは非常にシンプルになっておりますね。で、このPCU のレイヤリングシステムっていうのは、エクワックスよりもさらに最新の技術とかを使うので、どんどん世代が変わっていくらしいんですよね。このシンプルなデザインっていうのは、頻繁に世代が変わる中での一番初期の形をモデルにしていると言われています。最大の特徴はこのポケットかと思いますね。この逆 V 字っていうんですかね、になっているポケットが非常に特徴的で、オリジナルもこんな感じのデザインですね。あとはこの襟にフードが内蔵されているんですけれども、オリジナルの軍物はですね、フードがファスナーで取れる仕様になってます。ですが、こちらはですね、収納型になっております。こちらも使うとき使わないときで分けられるんですけれども、こちらですね、しまったときに襟にボリュームが出ますので、これもですね、ファッション的にはかっこいいのかなと思います。こちらのコールドウェザーパーカーの素材なんですけども、耐久撥水加工というものを施したナイロンになります。雨なんかは本当に水滴みたいになってコロコロ弾いてくれます。今回のこちらのコールドウェザーパーカーで一番お伝えしたい内容がですね、中に使われている素材なんですね。で、今回もですね、こちら天然のダウンとかではなく化学繊維のものになります。オリジナルの PCU レベル7のアウターもそうですし、前回紹介したハッピージャケットもそうだったんですけれども、フリマロフトが使われておりました。ですが、今回のコールドウェザーパーカーはクライマシールドコンバットという素材を使っております。去年もですね、こちらの YouTube で紹介した素材なんですけれども、プリマロフトと同じようにですね、水に強くてダウンみたいにあったかいっていう素材になります。ご自宅で洗濯することもできるんですけれども、基本的にはそんなに違わない素材だと思います。ですが、ワイルドシングスの公式を見てみますと、クライマシールドはプリマロフトに次ぐ次世代の中綿というふうに紹介されております。他にもですね、ベリーコンプライアントを満たしというような文言が入っております。米国で国防製品の素材調達において国際品使用を義務付ける法律っていう風に書いてあります。これ見ただけだとちょっとよくわかんないですよね。自分の知ってるミリタリー関係の知識を使って解釈すると、アメリカ軍が着たり使ったり食べたりいろいろする中で、国産品、アメリカ製のものですよねっていうものを使っていきましょうっていう法律なんですよね。そうすることで国内の産業が活発になるっていうものなんだと思います。ただ実際に全部をアメリカ製で作るってすごく大変なことらしくて、限られたメーカーじゃないと作れないっていうのが現実みたいですね。この話をまとめると、つまり今回使われているクライマシールドコンバットっていうのはアメリカ製の素材なんじゃないかなっていう結論に至ります。つまり今回のこちらワイルドシングスコールドウェザーパーカーに使われている中綿クライマシールドコンバットっていうのは、本当にアメリカ軍が寒いところに行くときに着ているものと同じ中綿が使われているっていう認識でいいと思います。ですので、そういったミリタリー好きの方はもちろんですし、商品にあるバックヒストリーみたいな、そういったものを大事にしている方なんかには非常におすすめのアイテムなんじゃないかなと思います。もちろんデザイン的にもですね、すごくシンプルで合わせやすいっていうのもそうですし、前回のハッピージャケット同様ロゴがほぼないです。ですので、いろんなブランドに合わせていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、こちらご検討いただければなと思います。はい、というわけで、今回ですね、ちょっと難しくなっちゃいましたけれども、ワイルドシングスコールドウェザーパーカー紹介させていただきました。次回もですね、おすすめのアイテム、ありますので、そちらの方もどうかよろしくお願いいたします。はい、では、本日のミッシーフチャンネル以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミッシーフチャンネルもよろしくお願いします。